こんにちは、めぐです。今日は有楽町にある阪急メンズ東京の中に入っているアンバサダーニューヨーク、銀座店にやってきました。アンバサダーニューヨークさんといえば、私が運営しているブランドのイラスも取り扱っていただいてはいるんですが、銀座百貨店っていうだけでちょっと、敷居が高く感じられたり、お店こういったスタイリッシュな雰囲気も皆さん的にはイメージとしてあるかなと思うので、今日は注目のブランドラインナップだったり、スタッフさんのすごく熱い接客スタイルをご紹介できたらと思っております。ではよろしいですか。どうぞ、大江さん、どうぞ。はい、もうちょっとスタッフ歩いていただいて。こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。カチッとご説明ありがとうございます。今のところちょっとカチッとがまだほぐれてない感じ。あらあら、でも。もう一回やりません。はい。こんにちは。お願いします。お願いします。アンバサダーニューヨークの大江さんです。お願いします。お願いします。大江さんは、スタッフ兼バイヤーだったり、いろんな仕事をされているという感じですよね、アンバサダーの。はい。いろんな役割をしています。はい。私もね、大江さんきっかけで、はい、アンバサダーさんと、いろいろお仕事するようになりました。そうですね。はい、ありがとうございます。ちょっとアンバサダーニューヨークさんの、どういったブランドかっていうのをまずお聞きしたいですね。アンバサダーニューヨークというのは、はい、ブランドではなくてセレクトショップですね。セレクトショップ、はい、百貨店でセレクトショップって珍しいと思うんですけど。そうですね。うちは普通のセレクトショップとかではなくて、うん、日本のクリエイターを集めているセレクトショップです。はい、厳選してはいるような感じですね。そうですね、今で言うと15ブランドほど展開させていただいてます。はい、もうイラスも光ってます、ね、そうですね、イラスもいつもワンラックぐらい置いていただいているような感じです。ありがたい。そうですね、うちにあるアイテムの中では全然毛色が違うので。そうですね、すごい新鮮です。はい、ヴィンテージな感じで置いてもらってるんで。何よりも人気が二宮さんがリメイクしているデニムだとかですね、はい、この辺はすごく国内外問わずのお客様が、はい、あ、本当ですか、はい、こういうリメイクアイテムのデニムが、はい、有楽町では割と人気で見ていただくことが多いって感じ。ニューヨーク発祥で、そう、発祥自体は厳密に言うと日本からなんですけど、はい、いろいろな思いがあって、ニューヨークに日本のクリエイターさんを持っていって、はい、世界に通用するブランドを広げていくっていうのが我々の、スタートそうですね、企業とミッションを遂げてました。なるほど。仙台と福岡にもお店があるので、はい、3店舗ですかね。厳密に言うと4店舗なんですけど、工事があるの でカフェもあります。はい、そっかそっか、4店舗、コージーさん行ってみたいです。コージーって造語なんですよ。あ、そうなんですか。どっかから英語が聞こえてくればいいんですけど。キッズオンザシティユースやで。そうです。そういう意味があります。なんか青春を謳歌する若者たちが集まるカフェみたいな。はい、小野さん、ありがとうございます。ブラザーブリッジさん、はい、人気ですよね。そうですね、ブラザーブリッジは我々がお店オープンした2019年から、はい、共に取り扱いとして、うん、最初はセレクトのアイテムブランドとして取り扱いさせていただいたんですけど、はい、今ブラザーブリッジ銀座店っていう形で、はい、でもブラザーブリッジ知らない方もいらっしゃると思うんですけど。本当ですか。浅草にお店を構えているブランドで、大人が履く高級な普段靴をテーマとして作ってます。 YouTuber のユーミン&キューティーさんともこの間コラボレーションしてましたよね。ブラザーそうですね、されてましたね。そうですね、はい、サンダル作ってましたよね、はい、そうですね。代表モデルがヘンリーっていう。こちらですか。これはエスケープです。あ、ヘンリーどれなんですか。ヘンリーはこれです。僕のエイジングサンプルなんですけど、編み上げのブーツですね。これすごい試着する人多いですね。多いですね。むしろ試着するものがないぐらい。あ、そうですか。入荷のたびにすぐ売り切れてしまう。すっごい履きやすいです、これ。今履いてるのも、これはブラザーブリッジなんですよ。ダレルっていうモデルですね。革の感じも綺麗ですし、スウェードのこういう、これ違うんですよ。あ、これ違う、ごめんなさい。ここは違うブランド、はいはいはい、あ、失礼しました。ミックスされております。パドマーバーンズっていうブランドですね。ジャーマントレーナーも、そうですね、今撮っていただいてる佐竹さんがこれ履いてて、これが今日履いてないですよね。今日履いてない。
入ってくうちに銀色が剥がれてって、ね、はい、ベージュがちょっと見えてくるんですけど、それがすごくかっこよくてグラデーションになってきます ね。馬革なんですよこれ。軽いでしょ、持ってて軽いです、はい、経年変化が可愛かったので私的にこれが一押しですね。カットソー専門ブランドだったり、そうです、ね、ニットの専門ブランドだったり、はい、なんか意図はしてないんですけど、ね、はい、そのクリエイターさんに出会って何をやってるかって聞くと専門のブランドやってるとこ多いですね、はい、そうですね。このアーミさんって白 T 専門ブランドなんですよ、はい、白 T 専門ブランド、はい、結構ウールとか入ってますもんね。ウール、和紙、コットンですね。ウール、和紙、コットン、はい、3種類に分かれてます。1個しっかりしてる T シャツが欲しいって人はいいですよね。イラスのお客様も寄っていただいた時にフラッとこれも気になって買った方がいて、博多の時だ、はい、そうですね、1枚でなんか形が出るっていう、レザーの下に着る T シャツ探しててって方とか見てるイメージ、アーミーさん知らない方もなんか買って聞かれますよね。基本的にアーミーって知らない方が買うイメージですね。そうですよね、1枚買って次の機会にリピートしてまとめ買いして、うん、はい、1週間アーミーで過ごす方もいらっしゃるぐらいなんで。ブルーネックのロンティーを最近見てる方いますね、こういう、ね、そうですね、これ加工されてるもので汚れを弾くんですよ、はい、そして水も弾くし、ブースト加工が汚れいいですね、はい、ロンティーの白すぐ汚す大事です。このタイプがその加工ついてるんですけど、他のタイプはその加工はついていないんですが、はい、汚れてしまって着れない状態になると、あのアーミさんでは染めのサービスを行っているので、送っていただければ、はい、そのいわば草木染めだとか藍染めっていうので、はい、あのリペアを していただくことも、すごい、はい、白 T のセカンドライフは色がつきます。本当素晴らしい名言が出ました。全然そういうつもりで言ってないですよそうですか、ちょっと笑いが欲しい真面目に面白いこと言ってるからちょっとすみません、世代が違うんだな、面白いつもりではなかった、そう、ね、世代が違うから、1個しか変わらない、あ、そうか、千鳥世代なんですよえこちらのリナセンテさん、リナシェンテですね、リナセンテさんとかもすごく素敵ですよね。日本のブランドですか、ヌールニット専門、ニットの企画をしてるブランドです。あ、そうなんです、ね、もう冬はリナシェンテです。こういう感じのプルオーバーもありましたよね。え、ポロシャツ、はい、なんかこういうワシャワシャの、あー、和紙のタイプですかね、はい、ございますよ、はい、あれはもう出してない、もう出してないというよりかはもう売り切れてしまうんですよ、ね、はい、ですよね、あれ見てる人多いですよね意外となんかこうストリートテイストな海外の方とかも買いますよね、このポロシャツとか。そうですね、でそのイメージが、はい、こう上品な感じではないですよ、意外と買われる方は。確かにそうかもしれないです、ね、あのそうですよね、上品な方のイメージってもう買うブランドが決まってるので、うん、どちらかというとこういうの着てもいいかな、着てみていいかなって方々が取り入れやすい、うん、16ゲージです、確かに目が、はいはい、詰まってます。ボタンもね、ちょっとこういうセルフの、そうですね、台についてるので、あのジャケットの下とかに忍ばしてもいいですね。ちなみにイラスは、はい、あれですね、ロンティーが出てない、はい、売れました。売れました、本当ですか、え、隠してないんですか隠してないですありがとうございます。イラスのロンティー、はい、じゃあちょっと補充します。そうですね、イラスのロンティーがあの、ね、人気なので結構サイズもなくなってなくなっちゃいます、ね、来年再入荷するかもっていう感じですけど、あ、そうなんですね、黒と激戦区ですよ、カットソーは。ブラックとグリーンはあとちょっとあります。逆に二宮さんが気になってるブランドとかないんですか、はい、そのクリエイターさんから見てこのブランドはすごく気になってるなとか、うん、そういうのがあれば、そうですね、まあ、ちょっと試着ができるもの限られてると思うんですけど、はい、この香水は私もいつも試してつけさせていただいてまして、ありがとうございます。私のお客様もこの間プレゼントで買われて、これプレゼントしたやつ、はい、ヘアミストなんですけど、ティーブレイク、ティーブレイク、ティーブレイクっていう香りがアールフレグランスになった、はい、すごく人気で、ここのアンバサダーしか取り扱ってないんですもんね。熊本にも1店舗取り扱いはあるんですけど、はい、そこか、都内は当店のみとなります。アールフレグランスさんも結構めがけてくる方多いですね、いますよね、はい、ティーブレイクと
辻あ、オードアールも好きです。あと、はい、カボス男性の方、オパールシルクもいいのかなって思いますね。ちょっとワーテイストのこの辻ヶ花とかも珍しい感じでいいなって。そうですね、今日僕辻ヶ花振ってます。まとわせていただいております。本当ですか、はい、なんで笑うの意外。ティーブレイクで、ティーブレイク、いつものティーブレイク、ティーブレイクをレモンティーでしたかね。ティーブレイクは最初ベルガモットの爽やかなレモンティーのような香りなんですけど、はい、だんだんだんアールグレーダージリンの本格的な紅茶に変わってきます、はい。テーマがお砂糖たっぷりのアールグレーティーをテーマに作られているので、はい、ラスト、まあ、最終的にはふわーんと甘さが上がってきます。なるほど、じゃあお願いします。本当にも聞いてましたちなみにつけたい場所とか位置ございますか？あ、おすすめでお願いします。おすすめは、まあ、肘のあたりから3本指を離したこの真ん中あたりがいいですね。上がらないですけどちょっと、まあ、この辺ですか。この辺で、じゃあ、はい、手首につけてしまうと、まあ、つけることは悪くないんですよ、はい。でも手首ってこうダイレクトにフワンとくるじゃないですか、うん、だから今そうですよねなのでこの辺につけることによってフワーンと上がる、はい。確かに高いですね、全体的に。あの位置がもうちょっと低い方がいいかもしれないです。あ、この手が、はい、専門的ですね、ここまでしてください。そうですね、あんまりないですよ。これと首とかですか？そうしないといけないとかじゃないんですけど、僕は首にシュッシュッして、あとは肩甲骨にめがけてシュッとします。これが正解ではないですし、はい、きつくなっちゃうのであまり香らせたくないよって方はもう手首ぐらいでちょうどいいとか、はい、あとはウエストの位置とか自然に上がってくるようなイメージで、こすらない方がいいってことですか？そうですね、粒子が潰れるから。そうですね、はい。この香りいいですね、いつもしてるお気に入りの香り。そうです、そうです。ティーブレイクやっぱナチュラルな感じで。そうですね、はい。みんなオーソドックスにつきやすいのかなとは。そうです、初めましての香りと言われてるプレゼントとかで、このヘアミストは唯一ティーブレイクがあって、これは髪にかけるとツヤとかも出るんです。そうですね、補修成分が含まれております。素晴らしい。何よりもこれタッセル、これだけのためにアルフレグランスの刻印まで入ってるんですよ。ここもポイントなんですよ。ここまでするんだっていうね。これは職人が手作業で作っています、はい。髪もやってもらってもいいですか？はい、あの、はい、手で、僕自身で手でえ、馴染ませた方がいい。直接じゃないんですか？直接でもいいですよ。あ、でもいいんですか？はい、ここいつもつけてるような感じで大丈夫です。あ、結構伸びますね。結構伸びます。まだ残ってます。あ、そうですか。香水と何が違うんだっけ？香水っていうのはエタノールベースで作られていて、じゃあ水ベースで作られています、はい。ティーブレイクの香りを全身で感じたいなっていう、あの、話したいなって方は、髪にフレグランスされてしまうと痛みの原因になってしまうので、髪につけたいよって方は、まあ、水ベースのティーブレイク、ヘアミストのティーブレイクの方が安心して使っていただけます。香らせる、なおかつ補修成分です。ブランドを持って比べるといいかもしれないですね、はい。アンバサダーさんのオフィシャルグッズもあり、オフィシャルグッズ私も黒欲しかったですけど。ありますよ。 ありますか？はい、博多に。博多に、はい、結構しっかり入る。そうですね、アンバサダーのモチーフの鉢を取り入れたんですか、はい。トートバッグ好きの大江さんが考案したんでしょうか？そうです、はい、鉢をテーマに僕らはシンボルを掲げているんですけど、はい、我々が働き鉢となって、うんもう一回やり直して働き鉢って働き鉢って我々が働き鉢となって、はい、そのお客様だったりとかいろんな場所にクリエイターさんを届けていく、もうお客様にももちろんですね。ありがとうございます、はい、そんな思いを込めて、はいはい、お取り扱いをしていただいて、なんとこちら遅いよ、一勝負終わっちゃったよ。ここが、はい、安陽テイラーさんのブースです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。アイオテーラーのデザイナー野田さんがここで工房的な感じで物を作られてるんですね。そうですね、アンバサダーニューヨークさんの方で一応ここがリメイキングサロンという形で始まってるんですけど、まあ、ここでだん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 こう一点物だったりとかそういったものをこう増やしていくような形で、うん、まあ、ようやくちょっとインラインの商品とかもかなりまとまってきたかなっていう感じです。本当にもうオタッキーな、もう見るだけで疲れちゃうぐらいの
細かなパッチワークだったり縫製がすごいですよね。これは素材はバブアーの古着ですかね。そうです。やっぱバブアーって結構破れやすい商品なので、まあ、そのあたりのこう破れのところに最初はこうパッチを当てて補正をさせてもらってたんですけど、まあ、だんだんこうちょっと勢いが上がって全面にっていうような感じまあリメイク商品にはなるんですけど、はい、もう本当にパターンとかも全部オリジナルで当て込んで、ね、もう素材として利用しているような感じですね。もともと聞いてないとわからない感じですよね。まあ、4型くらい準備させてもらってて、はい、まあ、最初はこういった一部分だけポケットの部分だったり、うん、直しているような状況だったり、まあ、こういったところの補正もそうですね、今これはこれでやらせてもらってるので、うん、本当にお好みによってこういうちょっと本格的に全部そうですね砕いて使い直すか、まあ、まだまだこれから着たいよっていう方とかはそのまま、うん、あの今のバブワをちょっと活かしながら、まあでもせっかくならばデザイン的にちょっとパッチワークみたいな感じで見せてあげるようにっていう、お客様がこういうふうにあのダメージがひどくなったものとか持ってきてお願いしてちょっとパッチワークをこういう大変身させていただきます。そうです。うちはもうあのブランドのテーマをエンジョイメイキングとか一緒にこうものづくりをさせてもらえるようにさせてもらってるので、まあ、このバブアのシリーズとかも、はい、まあ、モデルは4モデルくらいあるんですけど、そのうちの例えばまあ襟の部分をこっちの形にしたいなとか、まあ、逆にもっとこういうイメージないのみたいなものを言ってもらえると、うん、逆にこううちが一番やりたいことに近い。これが今一応その作ってる過程で愛着なんですね。貸してもらってるんですけど、もう本当にあの裏の部分とかも新しくこう別の生地とかを貸していただいているので、まあ、元々破れやすいっていうところはあるんですけど、まあ、こういう補正の仕方でもう完全にあの破れとかはなくなるような感じ。そうですね。レザーも組み合わさったりと、パッチワークもこういったまたもねやられてるんですよね。表面的にここもすでにすごいんですけど、こういうまたの部分も生地を加えたりしてシルエットを今っぽくちょっとアレンジされてるもの、オリジナルの基本うち一点物とかからスタートしてるんですけど、まあ、そういったところからもうちょっとこう皆さんに手に取っていただけるようにっていう商品としてこの辺りは少しずつ増やしてきてるっていう感じですね。この襟が面白いですね。そうそう、一応結んでるような感じになってまして、こんな感じですよね。そうです、まあ、そっちも、はい、もともと開くと2枚の襟になってます。この状態でも着れるし、こう結ぶとこういうデザインもあったり、ちょっとこうスカーフを結んでるような印象になるようにデザインをしてまして、はい、まあ、そっちのシャツとかだと柄を下に挟み込んでよりスカーフに見えるようにっていう感じにしてます、はい、なるほど。アクセントになってこれだけでおしゃれな雰囲気になりますね。これすごい感じになりましたね。なんとですね今アユテーラーさんと一緒にイラスはコラボレーションを商品を野田さんに勧めてもらってまして、初めてですね。アンバサダーニュークさんのこれつけてから、はい、アンバサダーニュークさんでのジャンクション初めてなんですけど、アンバサダーさんも監修っていう形で、はい、いいんですかね、それっていいですか、いいですかね、巨匠が巨匠がお作りいただいてます。いや、すごいです。私がこれ一体全体これは何ですか、ね、私がまず買い付けてきたデニムジャケットを野田さんにお渡ししたんですけど、レディーだな、なんと原型がなくなりました。これ元々はデニムジャケット、デニムジャケットで、しかも形結構かっこよかったから選んだつもりだった。形がまさかのクリエイティブが行き過ぎるとこうなるんですね。あんまり生かされてない。これでも元々の形に戻ります。あ、そっか、また一回くり抜いて、そこにちょっといろいろと当て込むような形で、まあ、洗いもかけてみたりとかしてみようかなと思ってるんで、なるほど、パッと見ちょっとまあバラバラになっちゃってるんですけど、まあ、ここから元の形に戻っていくような感じで、他の生地をちょっと当て込んでいこうかな。何の、今回さらに私が買い付けてきた今まで海外とかから買い付けて集めてきたこういうワッペンとか、これワッペン、そうなんですよ、へえ、大きい。これどこで買い付けるんですか。これはバンコクで、これバンコク買い付けましたね。へ、上に貼り付けるのもちょっとあんま面白くないかな。わー、なるほど。ベースにちょっといろんな生地をパッチワークする中に、まあ、この辺りとかもちょっと軽く裁断とかしてはめ込めるような感じしていこうかなと思ってますけど、どうなるんだろう、はい、もう頭の中では構造はもうあるんですか。こういう感じになるなみたいな企画段階とはもうかなり大幅に変更して、この状態でどうやって切るんですか。
すごい背中全部入ります。本当ですよ、これは。今はこうですからね。さすがに。このままではないですからね。これ、こうご期待ですね。そうですね。皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。アンバサダーさんの結構プロフェッショナルな接客だったり。今日接客したしてないよね。結構面白いあのものいっぱいある。写しきれてないですね、本当に。そうですね。もうスイッチも切れちゃってたんで、はい、皆さん、スイッチ入ってる時にお待ちしてください。営業時間中に来ていただけたら、はい、みんな元気でやってますけど、はい、入れませんからね、営業時間中。そう、はい、入れないんですよ。では、いつまで手袋つけてんの、お前。いつまでつけてんの、うん、香水屋さんいますよ。っていう、愉快なメンバーでやってます。本当に愉快ですね。私もよく、イラスの在庫イベントっていう形でアンバサダーニュークさん立ってることもあるので、よかったらあの私いる時もいない時も遊びに来てみてください。お待ちしてます。お待ちしてます。ではアンバサダーニュークさんのインスタグラム概要欄からご覧になってください。では